このイベントは中部電気保安協会が電気を安全に使うための知識を深めてもらおうと開いたものです。会場では弱い電気を流して感電を体験できるコーナーや防災知識を高めるためのパネル展示などが設けられました。中部電気保安協会は夏は水を使う機会が増えるため感電などの電気に関わる事故について注意を呼びかけています。